はい、どうもめチャンネルです。今日はですね、沖縄の那覇国際通りに面したね、ところにできました新たなホテル、ホテルコレクティブというね、ホテルについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。まあ、タイトルにもね、記載させていただいた通りなんですけれども、急遽ですね、9月いっぱい臨時休館をね、するということでですね、知人の方に連絡がありまして、予約をね、9月に入れていたそうなんですが、振り返してほしいというね、依頼の電話があったということでございまして、今回このね、動画を撮らせていただいております。はい、でホテルコレクティブなんですが、こちらはですね、台湾のセメント会社資本なんですかね、の資本でできたホテルでございまして、一応2019年の年末にね、できる予定だったのがちょっと遅れたんでしょうかね。2020年の1月にプレオープンをしまして、今年の4月にですね、グランドオープンをしたホテルでございます。一応ホテルとしてはね、なんかシティホテルみたいな感じでね、記事なんかを見ると書かれてましたけど、いろいろね、動画とかをもう出してる方いらっしゃいましたんでね、見させていただいたんですけど、結構ねゴージャスなんですよ。だからラグジュアリーホテルとシティホテルの間ぐらいなんでしょうかね。で結構ね、那覇の市内にしては、まあ、いい値段のねホテルでございますし、クラブフロアもあったりとかね、ラウンジなんかもあるようなホテルでございます。はい、私もね、個人的に機会があれば泊まってみたいなと思っていたホテルの一つでございます。そんなホテルがですね、まあ、急遽お客様と、従業員のね健康を優先するためにですね、このコロナ禍っていうこともありますんで、9月臨時休館をするということでですね、ホームページを見るとですね、8月の24日にですね、ホームページには記載がされておりましたが、知人の方ではね、今日8月26日に電話がかかってきて、臨時休館をする運びとなりましたんで、ハイアットリージェンシーの方にね、振り替えをさせていただけませんかという電話があったそうでございます。はい、じゃあね、まずホテルコレクティブのちょっとホームページの方ね、一緒に見ていきたいなと思います。じゃあね、早速行ってみましょう。はい、こちらがねホテルコネクティブの、ホームページでございます。オープンザエモーションとありましてね、あなたが知らない沖縄始まるということで、こちらのホームページの下の方を見ていただくとですね、まあ、予約の日にちなんか書いてありますけど、下の方にツツツツと言っていただくとですね、ピックアップの部分でですね、こちらですね、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言排出に伴う臨時休館についてということで、8月24日のリリースになっております。こちらをクリックしていただくとですね、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言排出に伴う臨時休館についてということでですね、こちらの9月1日から9月30日水曜日までですね、1ヶ月間休館をさせていただきますということでリリースされております。でご予約のお取り引き地についてということでですね、ご予約代表者様もしくは幹事様へご連絡させていただいて、キャンセルさせていただきますよということがね、記載させていただいております。はい、急遽ねこんな風に決まったんでしょうかね。まあね、コロナ禍なのでしょうがないかなっていう部分はやっぱりねありますけど、なかなかね思い切った判断をされたんじゃないかなと思います。まあ、こういったね、もうやるんであれば徹底的にね、臨時休館ということで来れなくしてしまうっていうのも一つの手段かと思いますね。はい、でこちらのホテルなんですけどね、ホテルについてということで、非常にね見るとこうやって上の方にねプールがあったりとかですね、でこのもう国際通りに面している、私もちょっと行ったことないんでね、なんかどんな感じなのかっていうのは正直すみません、わかりません。動画を見させていただく限りだと非常にね綺麗な感じだったなっていう、なんかね綺麗って、まあ新しいで綺麗なのは当然なんですけど、ゴージャスな感じを、に感じられました。はい、でゲストルームなんかもですね、こういったプレジデンシャルスイートとかねあったりしますし、ジュニアスイートなんかも当然ありますけど、オーソドックスね、プレミアムツインとかね、デラックスツインとか、まあこういったねシックな感じで、でもどこかねカジュアルな感じのお部屋だなっていうふうに思います。エグゼクティブラウンジなんかもねございますね。はい、いや非常にね仲良さそうなんで、ちょっと泊まってみたいなと思うホテルでございます。
はい。で実際ですね、私の知人の方からどんな電話がかかってきたっていうのをちょっとヒアリングしてみたところですね、まあ先ほど申し上げた通りハイアットリージェンシーの方に振り替えをさせていただきたいということでですね、その知人はね一級を介して、まあ、予約をされてたそうなんですけど、その同等の費用負担追加ですることなくハイアットリージェンシーにね泊まっていただけますということをおっしゃられたそうです。で一応ね私今一級なんかね見させていただく限りだと価格ってね、物によってはね、ハイアットリージェンシーの方が安い場合もあるんですよね。その場合どうなるのかっていうのはね、ちょっと正直わからなかったですけど、ちょっとね、価格の方見てみましょうかね。はい。で、もう9月は予約取れないので、一応日付、今月8月29日の土曜日から1泊ということでね、調べてみました。ハイアットリージェンシーの方はですね、まあ大体2名で 23,272 円からっていう感じですね。で3万2000円とかね、スイートなんかだと5万円ぐらいのお部屋もありますね、うん、で、下の方に行っていただいてですね、確かここら辺だったと思うんですが、はい、こちらホテルコレクティブですね。こういった一般的なお部屋スーペリアツインとかだとね2万2000円とかなんですけど、エクゼクティブラウンジが使えるお部屋だとね4万2000円からっていう風に、ね、なっておりますね。ですからプレミアムエグゼクティブラウンジが使えるね、クラブフロアのお部屋を取ってた場合に、ハイアットリージェンシーだとどのお部屋ね、になるのかっていうところで、場合によってはね、なんでしょう、損するっていう形になるのかなと思います。で特段なんかね、サービスがあるっていうわけでは当然ありません。ただ、振り替えをね、させていただきたいっていうお願いがあったそうです。まあ、ただ、こればかりはね、まあ、コロナ状況下っていうこともありますんで、まあ、痛み分けじゃないですけどね。キャンセル一方的にホテルがしたから何かねつけなきゃいけないということでも当然ありませんし、それなりの対応はしてるんで、まあ対応に関しては特段問題はないのかなとは思っております。はい。ただね、お部屋によっては先ほど申し上げた通りクラブフロアを取っていた場合だとハイアットリージェンシーだとどういったお部屋が当てがわられるのかっていうところは非常に、ね、気になるところですけど、そこまでね突っ込んでは話聞いてなかったみたいなので、実際にもうキャンセルするっていうことでね話されたみたいなので、どういったお部屋がね充当されるのかっていうのはちょっとそこまでは分かりませんでした。はい。ただオープンしたばかりのホテルでもね、こういったコロナ禍っていう状況でこういった決断をしてですね、1ヶ月間臨時休館をすると。で特別今沖縄の方でもねやっぱりコロナ感染者っていうのは増えてきているような状況ではありますけど、沖縄県の方でもさらにね厳しい何かをしてるっていうわけではなく、自らですね、能動的に動いて、コロナ禍の中でですねお客様とやっぱりね従業員の安全を守るためにこういった措置を取るという決断っていうのはね非常にいい決断なんじゃないかなと思っております。まあ実際にそのように思いました。はい。そうですね、まあちょっと私もねこのホテル気にはなっていたので、まあ今年はねちょっともう行くタイミングは難しいのかなとは思ってますけど、まあ機会があればね、来年とかにでも、行く機会があればぜひね那覇に泊まる機会があれば行ってみたいなっていうホテルの一つでございます。まあ、こういったホテルがね急遽こういった決断をされたっていうことで急にね連絡ありましたんでね、私の実体験ではなく恐縮ですけど動画に撮らさせていただきました。はい。いやこのままね沖縄とかもそうですけどね、コロナ感染ちょっとね拡大してる傾向にありますんでね、落ち着いてほしいなっていうのは正直なところでございます。はい。じゃあね今回の動画はこちらで以上になります。この動画がねためになった、参考になった、面白かったよって方はぜひ高評価ボタンとコメントね気軽に残しておいていただければ幸いです。あとね同様にコレクティブホテルからね、ホテルコレクティブかな、連絡があってそういう対応してもらったよとかこういうお部屋当ててもらったよっていう情報があればですね、ぜひコメントを残しておいていただければ幸いです。あと私 Twitter、LINE、Instagram やってますんで概要欄の下の方にですね、URL ありますのでぜひフォローチェックよろしくお願いいたします。またねこういった動画含めて旅行動画も含めてですねどんどんお届けしていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねまた次の動画でお会いしましょう。